ユビキチン結合酵素は E2 酵素としても知られ、タンパク質をプロテアソームを介した分解の標的とするユビキチン化反応の2番目の段階を担う。稀にユビキチン、キャリアエンザイムと呼ばれることもある。ユビキチン化は標的タンパク質のリジン残期へ76アミノ酸の小さなタンパク質ユビキチンを共有結合によって接着する過程である。 タンパク質に対して一つの指チン分子によるタグ付けがなされると、さらなる指チン化によって、ポリユビキチン差が形成される。ポリユビキチン差は、プロテアソームの 19S 調節粒子によって認識され、ATP 依存的な標的タンパク質のアンフォールディングが引き起こされる。それによって、ポリペプチド差は、プロテアソームの 20S コア粒子を通過できるようになり、そこで、 プロテアーゼが標的タンパク質を短いペプチド断片へ分解し、リサイクルされる。指チン活性化酵素はまず、活性部位のシステイン残期に指チンを共有結合させることで指チンを活性化する。活性化された指チンは、その後、指チン結合酵素のシステイン残期へ転移される。指チンが結合すると、E2 分子はいくつかの指チンリガーゼのうちの一つへ、 構造的に保存された結合領域を介して結合する。E3 分子は基質となる標的タンパク質への結合と E2 のシステインから標的タンパク質のリジ人残期への指基ンの転移を担う。特定の細胞は通常わずかな種類の E1 分子のみを持っているのに対し E2 分子の多様性はより大きく E3 分子の多様性は極めて大きい。 そのため、気質の特定と結合を担う E3 分子がプロテアソーム分解の気質特異性を与える機構である。E2 の各タイプはそれぞれ多くのタイプの E3 と結合する。次に挙げる人の遺伝子は指基地結合構造を高度している。ありがとうございます。